みんなで一緒にね頑張ってくれたら嬉しいです。抽選会何？抽選会は今回もいいものがいっぱい当たりますけど、チェキを当ててほしいですね。頑張っておチェキを当ててほしいです。手形かいピンク色も、そう、今回の手形はピンクだにょーん。ピンクです。初訪問の人いる。ありがとう、初訪問の人。おさん、そさん、Jさん、よさん、ずさん、Yさん、やくさん、Bさん、ずさん、ぺさん、ありがとう。電光石火さん、お嬉しいです。昨日は時間がない、楽しかった、それは良かったです。そっか、昨日公演だったわ。もう記憶が飛んでますね。昨日はそうでした。Tさん、ありがとうございます。何のお話をしようかな、もう終わろうかな昨日は時間がない公演見に行きました。嬉しい。また来てください。次は11だけど、もう応募は終わっているし、私のファンの人は多分配信で見ると思いますけれども、しまちゃんに続いてえなたんの生誕祭もありますね。えなちゃんももう少しで誕生日なんでね、楽しみです。運動さん、ありがとうございます。ご飯食べた、ご飯食べました。ご飯食べました。今日はもういつもはショールーム終わってからなので、
今年は良くないということでやめましたね。もう今年の目標はスマホをなるべく見ないようにしたいなって思うんですけどね。もうなんかお正月にスイカゲームを入れてからアプリの公式のやつ、もうスイカゲームにハマってしまって、昨日はもう本当に寝る前も何時間もスイカゲームをやっていました。いつ入れたっけな、お正月に入れて3回申し込みました。だってこの人は偉い人です。3回申し込んでくれたから偉いってことです。シサンナさんありがとうございます。そうなんかお正月にねすぐ入れたんですけど、スイカゲームのやつね。でもそっから何日か経ったんですけど、ほぼ毎日やってて、てか毎日やってて、だけどまだ1回しかスイカができたことないんですよ。しかもでスイカができたのが昨日が初めてだった。昨日の公演前になんか適当に何も考えずにやってたら勝手にスイカができてめっちゃ喜んだんですけど、そうお正月から何日もやってるんですけど1回しか、その1回きりですね。まだ今日もいっぱい、昨日もいっぱいやったけどできなくて、できなくてまだなんね、リリースして入れてから1回しかスイカできてない、悲しいですね。でもあまりにもなんか難しいっていうか運もあるじゃんあれってさ。そうだからもうちょっとイライラが募ってきたんで、もうそろそろちょっとやんなくなるかもしれないですね。なんか私あまりにも無理ゲーだとさ、なんか一瞬待ってもいいやってなるんですよね。ちょっとなんかクリア何のゲームでもそうなんですけど、アプリでもゲームでもなんか頑張ればいけるものは頑張るけど、あまりにも無理やんっていうようなのが続いたらもうなんかやる気なくなっちゃうんですよね。そうそうそう、だからちょっとあまりにも多分自分下手なんだろうけどさ、いやいや運やんみたいなところが結構多いから、もうちょっとだけ嫌になりなってきました。 A さんありがとうございます。そうなんですよ、なんかちっちゃいフルーツがさをさ下に埋め込んだらもうどうしようもなくなるっていうのは分かってるけどさ、意地悪なんだよ、ランダムだと思うんですけどさ、なんか大きいのがいっぱいの後に小さいのがいっぱいの後に大きいのがバンバン降ってきて、どうやってやっても小さいのが下に溜まってさ、もう救出不可能になってさ、もうやだやだってなったフッピーに認知してもらう方法は、それこそ今応募中のサイン会とかに応募してもらって、名前を呼んだり私に書いてもらったりして、名前をあこの方はとあのサイン会も来てくださった方だなっていうのを私の頭にインプットさせて、トーク会とか握手会に来てくださると一致します、ああの時にあの応募してくださったあの人だみたいな感じで、そこで顔と名前が一致するのにぜひ。熱しやすく冷めやすい、えマジでそう、私性格めっちゃ熱しやすく冷めやすいです。熱した時はもう一日中それのことしか考えられないぐらい熱されるんですけど、冷めると一気にスンってなります。あと
本当にクリアできなかったりするともういいやってなります、いやってなりますね。ちょっとまあでも、うん、スイカゲームは一回入れさえすれば一生遊べるのでね、その後のなんか追加課金とかはないからさ、なんか、うん、なんだろうな、脳トレしてるような感じがしますね。めっちゃ頭が疲れます。でもちょっと目が悪くなりそうなのでほどほどにしたいと思います。熱しやすく冷めやすいのは広島県人の気質だと。あ、そうなの、マリオワンダー、へえ。追加課金ないなる、そう、追加課金ないから最初だけなんで一生遊べるから。いや、めっちゃ面白いですよね。シンプルだけどよく考えられてるゲームだなって感心します。しかも一回やったらなんか次はもっと成功させようって思ってさ、もう一回って思ってめっちゃ続いていきますね。なんだかんだ言ってすっかりスイカゲームの沼にはまっています。かさん、みさん、かさん、ありがとう。せいやさんのファンです。特会行ってもいいですか？え、来てください。しばらく公演ないけど、広島帰るの。いや、帰ったんよ。帰ったんよ。昨日帰ってきたんよ。一昨日か。名古屋と広島は片道、まあ、約新幹線で片道1万5千円かかるんですよ。行きと帰りで1万5千円、まあ、普通席ならね。グリーンだともっとかかると思うんですけど、そう、片道1万5千円で行って帰ると3万円なんですよ。だから帰れる期間が短ければ短くなるほどもったいないですね。1日2日のために3万が飛ぶって思うとちょっと長く帰れる時にガッて帰りたいって思いますね。それは当たり前に。そう、まあ高速バスとか使えばね、あと自由席とかだと思う、まあ、でも自由席もそんな値段変わんないからなあれなんですけども、まあでもポポさんがいるからなんか高速バスとかに乗って何時間も家開けるのかわいそうだし、かといって連れて帰るってなっても何時間も高速バス一緒に乗るのかわいそうだから、やっぱ新幹線ってなると1回の帰省に3万円ぐらい飛ぶって考えたらね、やっぱね。で今回はもうお正月の帰省で行って帰ってるでしょ、だからまた帰ったら2回帰ったら6万飛ぶからね。6万ってでかくない？そう、3万はまだあのなんだろうな、四捨五入したら10万円以下じゃないですか。だけど2回行って帰ったら6万飛ぶって考えて、四捨五入したら 10万飛ぶって考えたらちょっと無理です。そんなすぐには交通費出してください誰か。マジ近寄ってきてほしい県が。そう、帰りたい気持ちは山々ですけど、6万あったら月3回名古屋行けると思うと、そうですよ。夜行バスとか乗ったことないけど多分、ね、無理だと思う。結構映画館の2時間とかでもずっと座っとくのなんかうわー腰痛って思うから、
そうです。お坊さんも広島に行ったの？だって。私のメールを取ってください。サービスエリアで途中休憩ある。いやー、ちょっと無理だろうな。ずっと同じ体勢なの、ちょっと結構しんどいかもしれない。私結構でも広島と名古屋が結構限界レベル、自分の中でも座っとくの。それでもめっちゃ腰痛い、腰とお尻がめっちゃ痛いなって思います。ゼップで福岡に行った時、九州ね、それね、もう広島ぐらいで普通に限界が来て、座ってる限界が本当に限界だって思いましたね。そう、九州行った時ゼップでマジで腰とお尻痛すぎてもうやばかった、突破してた限界。そう、広島ぐらいまでが限界かな。 T さんありがとうございます。高速バスね、そうなんですよ。夜行バスとか、夜行バスで隣誰か座ってくる確率はあるんかな。もし真隣が空いてたらいいかもしれないけど、真隣人が座られて隣で夜ずっと寝るの無理だと思う。普通に嫌だ。パーソナルスペース近すぎて、そんなね、新幹線でさえも全く知らない人が隣に座るのめっちゃ嫌だなって思うんですよ。割となんかスマホとかいじってもさ、別に覗き込まれるわけじゃないけど、なんか見られてる感あるじゃん。そうだから、なんかそれも嫌だしさ、なんか嫌だよね。なんかあんま好きじゃない。3列シーツなら一応通路分のスペース。あ、そうなの。去年色で腰が、でも松田スタジアムで見た瞬間、いやそうだよね、3列独立。あ、そうなんだ。でもそれお金出すと結局新幹線と同じぐらいにならん。メンバーなら、メンバーとか知ってる人ならね、全くの知らない人が隣に座ってるとなんかさ、めっちゃさ、なんか動画とかこうやって見ててもさ、なんか見られてるような気持ちにならん？真隣に座ってきたら。そう、なんかそういう気持ちになるんですよ。なんか視線を感じるよ。気がする。見てないと思うんですけどね。たさんありがとう。新幹線、そうなんですよ。でも新幹線もね、高いからさ、なかなかですよ。本当になかなかですよ。半額ぐらいになればいいんですけどね。そう、1回の移動に1万5000円ぐらいならいいんですけど、1回で3万飛ぶって結構でかいのでね。初期の SK が東京でイベントあった時は名古屋から深夜バス移動。どうなの。でメンバーとなら楽しそう。私バス好きよ。そう、なんかトーク会とかの時とかもさ、ロケバス、なんかテレビの収録の時とかもさ、ロケバス乗ったりするけどさ、メンバーと乗るあのロケバスめっちゃ好きですよ。バスは好き。あの知らない人が乗ってくるのが嫌なだけで、めっちゃバス好きです。修学旅行のバスとかもめっちゃ好きだし、そう、今のロケバスとか移動のバスもめっちゃ好き。隣座るとゆっくり酒も飲めないなんて、マジ？まあ確かにちょっとなんかね、
匂い気になるかなとか思ったりするよね。なんか匂い、なんかたこ焼きとかさ買って食べたりしたいけど、隣の人匂いあれかなと思ってちょっと食べれんなとか。フリッピはワイワイする、バスの中ではワイワイっていうか、その全員メンバーが乗ってる中でそれぞれみんななんか寝たりゲームしたりしてる感じ、あのロケバスの中好きです。たまになんかみんなで人狼とかしたりするけど、他のチームのメンバーでも、ね、野球ですか、大丈夫ですよ。急いで酒を飲みます。新幹線で隣に人いてお弁当食べれずに家まで持ち帰ったことある。私もあります。本当にトーク会の後とかたまにあるな。なんか申し訳なくて、あとなんか気まずくて、人に見る、真っ赤な他人に食べてるとこ見られるの嫌だから。みかんは食べてない。なぜかというと今年は節約するから。アイスも買ってない。なぜかというと今年は節約するから。あのね、食べなくても生きていけるものは買わんどこって思いました。なんで本当は箱とかで買いたいんですけど、そう去年はアイスとかみかんとか買ってさ、みかんとかもさ1週間ぐらいでめっちゃなくなるのね。よく考えたらもったいないなと思って。まあ、ね、ご飯とかはさ食べないと死ぬけどさ、なんかみかんとかさアイスとかだったらさ、なんか食べなくてもさ死にはしないじゃないですか。まあデザートなんでね、ご飯は食べた方がいいけど、デザートはなくてもいいじゃん。だからなくてもいいものは買わんどこうって思って買ってない今は。ふいちゃんが隣だったら緊張するけど一生話しかけちゃう。全然いいよ、話してほしい。全然今日は暖かかった、とても。てか私気づいたことがあるんですけどさ、あのお洋服のさ、あのダウンジャケットってあるじゃん。なんか服のさダウンジャケットってさ、よく考えたらさ、あの構造っていうかさ、あの羽毛布団と一緒じゃない？羽毛布団をなんか切って人の形にしたのがダウンジャケットじゃないって思った。今日気づきました。そうダウンジャケットをあの平たくしたら羽毛布団になって、羽毛布団を人の形に切ったのがダウンジャケットなんだと思った。なんか中に入ってるなんか綿っていうか一緒だしさ、なんか材質も似ててさ、そういうことじゃないと思って、じゃあめっちゃあったかいわって思ったんですよ。なんでこんなあったかいんだろうって思ったんですよ今日。そしたら布団をあのかぶって歩いてるのと一緒だからだっていうことに気づきました。そうダウンジャケット着てる時が何を着てる時よりもあったかいっていうことに気づいた。この世で一番あったかい着るものはダウンジャケットです。そう思いました。本当にそう、ダウンジャケットよりさあったかいさあるんかな。ダウンジャケットより あったかい着るもの、なんかまあヒーター付きのさ、なんか電気っていうかなんだろうな、そのモバイルバッテリーみたいなのが入っててさ、そのヒーターが入ってるなんかジャケットとかはあれは別として、普通にそういう電源とかをあの使わずに着る洋服の中で一番あったかいものがそれ以上あるんかな。いやコートもあったかいけど、コートよりダウンの方があったかい。だって布団だもんあれは。
っていうことに気づきました。多分この世で一番あったかい服はダウンですね。気づくのが遅かった、私本当に。なんか本当に気づくの遅かったってちょっと後悔しました。うん、なんか大学生の頃とかさ、ここに入る前さ、なんかアルバイトとかしててさ、冬の外のでさ、なんか派遣のアルバイトとかした時あったんですけど、その時もダウン知らなくてさ、寒い中さ、あの仕事したんですよ。だからその時ダウン着とけばもっとマシだったって思って遅かったと思いました。あの時凍えながら仕事していた自分かわいそう。そう、もっと早くダウンの良さに気づけばよかった。めっちゃあったかいと思った。ヒートテックはもう鬼寒の時に着ますね。でも普段は着ないです。今日はあったかかったじゃないですか、外。だから今日は着なかったです。ヨンさんありがとうございます。で、そうヒートテックは、あとでも劇場公演の時とかも寒いんですけど、劇場公演の時はリハーサルはレッスン着でやるんですよ。だから下にヒートテック着るとすごい暑くなるので着てなくて、それ以外のお外でのお仕事の時に風がすごい吹いてるなとかいう時はヒートテックを着ています。そう、基本的に日々外に出るとき、ね、劇場とかのときは着ないですね。もうその後のことを考えると、ヒートテックなんか着るともうやばいのでね。普通のヒートテックもあるし、あの極暖もあります。なんか裏がすごいやつ。そう、でも普通のヒートテックも着るだけであったかいですよね。でも極暖、中がちょっとモケモケになってるやつもう、あ、何を言ってるんだろう私はもうあったかいですね。劇場ひんやりするから風邪ひかないで、ね、劇場寒いよね。ファンの人は見てるときは寒くないかな。11時までやったら終わるわ。インスタでカープに届かせようと初投稿しようとしたら公式さんメンションも続けられてできそうな、あ、そうなの。じゃあ DM だ超極端。え、何それ、新しい、それは知らん。まさんありがとう。推しを見ていれば気分ほかほか、嬉しい。カイロは普段使う、え、ほぼ毎日使う。今日は前髪を切りました、美容室で。ちょっとこれからは自分で切れるようになりたいと思います。今日はさすがにちょっといいや、別の方法を考えて攻める。嬉しい、ありがとう。新しいトレカを水さんもゲット。そう、新しくなった水。ステージの空調もうな、わかんない、今冬だから。年末劇場行った時寒かった、マジ。マジ？ヒートテックの種類は極暖までしかわからないですね。そう、それより上のやつがあるんだ、それはわかんないや。
今度劇場行ったらいろいろ買わんと。そう、マネさんに怒られない程度に買って、そうカットし、自分でカットしたら怒られるから美容院行ったんですよ。でもほぼみんなからしたら何も変わってないでしょ。本当にね、あの12ミリぐらいしか切ってないよ。2ミリ切るためだけに美容院行ったから。前髪が短いというのは苦労しますわ。スさんありがとうございます。気づいた？マジ私のあのポイントは、まあ、みんなそうだと思うんですけど、目と眉毛の間が絶対領域なんですよ。ここそう、これより眉毛と同じになると、眉毛とまつ毛が同じになると、あの両津勘吉みたいに、こことね、あのね、眉毛と、はあ、前髪が一緒のラインになると両津勘吉みたいに、ここ一個の眉毛に見えるからダメで、でじゃあ眉毛より上ってなったらおんまゆになって、私おんまゆ死ぬほど似合わないんですよ。子供っぽくなるというか、こうなっておんまゆになって似合わなくなって、で目にかかりすぎるとこうやってね長い人になるんですよ。そうだから私の絶対領域はこの目と眉毛の間を絶対にキープする、死守するっていうのが自分の決まりなんですよ。だから美容院の人にもめっちゃ細かいんですけど、本当に美容院の人もザクって切らずに、あの美容の人にも小指で刺して、あの眉毛と目の間のここのちょうどど真ん中に来るように切ってくださいって言って、難しいんですよ、切りすぎるとダメだからね。しかも目と眉毛の間だったらどこでもいいっていうわけじゃなくて、眉毛と目のちょうど中間地点に前髪の先っぽがこう来るようにするのが一番自分の顔に似合う前髪なんですね。そう、ここにね、でこれそう、目寄りだったらちょっと暗くなるし、上寄りだったら眉毛つながるから、そう目と眉毛のこのちょうど中間点を切るっていうのに命をかけてもらって、今日も3回ぐらい微調整してもらって完成形に至ったんですけど、そう三笘の2ミリ、スさんありがとうございます。12時まで配信ありがとうございます。12月12時までしません、11時までです。あと20分、今日は早く寝る。そうです、タさんありがとうございます。やばい、よく言ってくれた、メール送ってない。メール送らないと、メール送って11時までやったら終わりまーす。
オッケー。たーさんありがとうございます。初訪問の人ありがとう。かさん、ふさん、2月2日あっという間に来る楽しい。そう、今回の生写真の衣装めっちゃ可愛いから、みんな絶対応募してください。お先に言っておくが、え、マジめっちゃ可愛い、可愛い。昨日の配信終わってから麻婆豆腐を食べたい気持ちと戦うのが大変でした。勝ったけどさ、ありがとう。あ、私さ、前回のさ、好きになっちゃったのさ、生写真めっちゃ可愛くて好きって言ってたんですけど、可愛かったでしょ、あのなんかチェックのやつ、ピンクのチェックのやつ可愛かったと思うんですけど、今回の衣装それを超える可愛さが爆誕しましたので、絶対応募してください。わかりましたか。そう、前回のやつ可愛い、めっちゃ可愛くて自分も好きな衣装だから、みんな応募してほしいって言ったんですけど、それ超えたわ。うんうんうん、なんでみんな手元に、うん、落とし込んでください。魅力ですがサイン会と抽選会、え、嬉しい、覚えとこう名前。んそう、枚数はあれですが応募します。ありがとうございます。枚数なんて関係ないんです、1枚でも応募してくれたら嬉しいんです。本当になんかいろんなことをやりたいとかさ、目標叶えたいっていう言うためにはさ、多分自分自身になんか力がないとダメだと思う。説得力がないから、そう、なんか外仕事をやるためにはなんかいろんなことをね、どれもおろそかにせず、どれも頑張るなきゃいけないと思うんですよ。え、そう、めっちゃ衣装可愛いんですよ、本当に。マジマジ、これは大マジ、私めっちゃ大好き今回の衣装、生写真のね衣装。前回もめっちゃ好き、私好みだったんですけど、今回めっちゃ可愛いんだよ。オフショットとかも早く載せたいなって思うんですけど、M さんありがとうございます。ポポさん、そう、チェキマジで、あのね、なんかこの前までは全部ポポさんとのツーショットにするか分かりませんって言ってたんですけど、あの全部ツーショットにすることにした。どの人が当たってもポポさんとのツーショットが行くようにね。まあ仕事の時はさ、なんか衣装着たチェキとかはさ、まあ仕事の時に当たるやつだから、あえて、そう、今回はポポさんとのチェキにした、全部。そうなんでね、あといろんなポポさんと私なので、ぜひみんなどれが当たるか分かりませんけど、ぜひ応募してください。そうそうそう、普通のお仕事だったらポポさんと抽選会、そう、なんか姫たんのやつ見たら 70しか枠がないみたいな、みんなで70完売させたらそれは素晴らしいかもしれん。頑張ってみんな今年はもうポジティブに行くって決めたから、ネガティブな発言をするのは頑張る、やめるってね。そう、みんなにもね、そう、なんか申し訳ないとかね、そういう気持ちはね使わんことにする。そう、抽選会明日ポチります、いいかな。うん、ダメだよ、あなたは忘れん坊だから、今しなさい、ふさん見てるから、今私の目の前でスマホを開けて、皆さん、私がこうやって、今なら私に見られながらポチれますよ。明日だったら見られながらポチれないんですよそう、なんか本当に今年は陽キャに行く、陽キャで行くから、
さんありがとうございます。そう、もうなんかなるべく明るい気持ちで行きたいなって思うんですよ、本当にね。だからみんな頑張って70を完売させてください。ちなみに抽選会は毎回私は普段は完売したことがなくて、抽選会ねやばいんです、実は。本当に抽選会やべえやべえんすよ、普段。ウケるでしょ抽選会ね、抽選会ね、参加してくれた人はね分かると思うんですけど、前回とか前々回とか分かると思うんですけどね、笑ってほしい、本当に。抽選会の抽選会のね抽選でさ、チェキが当たるとするじゃないですか。そしたらさ、何々さん、ダラ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 ン、チェキですみたいなあるじゃん。そしたらさ、チェキってさ、もうあらかじめ準備したものを箱の中に入れといて、一人ずつね、で、はい、チェキです このチェキですみたいな、このチェキですみたいな。チェキが当たって後ほど写真を撮ってみんなに届けるんじゃなくて、もうその場にもうチェキ用意されといて、そう、前回だったらこの衣装の私ですみたいな、もう提出して出来上がったチェキをこう、これが当たったよってみんなに見せるシステムなんですよ。だからね、チェキが余ったらめっちゃ余ったのが分かるんですよ。後ほど取るとかだったら、その例えばチェキが6枚出たら、当選したらね、では発送日までに6枚取りますってなったら余らないじゃないですか、チェキが。でもそうやってその場で引くシステムだから、チェキのね在庫分をね先にねチェキをたくさん取って提出しておくんですよね。だからチェキが出なかったらもうバカ余りするのね。でね、前回も前々回もね、チェキがねバカみたいに余ってね、本当笑い事じゃないんですけど、本当に私のファンの人抽選会全然応募しなくてね前回も前々回もね、チェキが大余り祭りになってね、箱の中にわんさかチェキがね残ってるんですよ。でね、前回とかはね、チェキのためになんか 前々回は衣装とかのを多めにしたんですけど、前回はあえてそのプライベートのチェキも取ろうと思って、わざわざね夏にね広島に行ってね、広島のねのどかな川との風景とかね、山と一緒に山の風景とかと一緒に撮ったりね、でポポさんと麦わら帽子かぶって外で撮ってる写真とか、それ夏っぽい広島で撮った写真とかがねあったんですけどね、チェキが大余り祭りすぎてねせっかく広島に帰って撮ったのにね、広島に帰った時のチェキ全部余ってね、帰った意味ないやんってね話になったんですよ。しかもチェキ用に撮った写真だったからさ、メールとかにさ送ることもできずさ、普通にさボツ、マジで広島に帰って死ぬほどさチェキ用に写真撮ろうと思って、いつもと違うように広島の風景と一緒に撮ろうって思ったのに大ハマり祭りだった。本当にもう言えばもう今だから笑えるけど涙出てくるぐらい笑える、本当にああ本当にそう、みんなはね分かんないと思うんですけどね、マジで本当にやばかったんだからやばい、もう今だからこんな笑えるんですけど、本当に本当にあれ私何のために広島帰ったんだろうと思って、チェキはね当ててくださった方もいるんですけど、そうチェキもどのチェキが出るか分かんないからさ、そう名古屋で撮ったチェキの衣装で撮ったチェキとかライブ後に終わったチェキとかは出たかもしれないんですけど、広島で撮ったチェキマジで出なさすぎてもう普通に全部ボツもうそれで余ったの持って帰りますかって言われるのね、もうだって向こうのさその ABEX の方もさいらないじゃん、だしファンの人に届くわけでもないからさ、そう普通にさ持って帰るしかないじゃん。だから
おばあちゃんとかにあげようと思ってね、あもう余ったねチェキをね、もう本当にもう 1,2 枚とかじゃないんですよ、もうこんな余ったチェキを束にして持って帰っておじいちゃんとかおばあちゃんにサインしてなんかあげるみたいなね。はあ、もう笑ってくれみんな本当に。でも逆に言えば抽選会に私結構サイン入りポスターとかいい賞をね、あの当てる傾向があるんですよ。私結構くじ運が良くて、だから前回の人とかサイン入りポスターとか何人もの人が当たって、あの抽選会なのであのチェキはちょっとだけ下の賞なんですよ。上の賞はサイン入りポスターみたいな。私サイン入りポスターもあの何人もの人にか当てちゃって、そうチェキが多分ファンの人は応募してくれてるんですけど、私がいい賞を当てすぎてその下のちょっと下のチェキが出なくて大余り祭りになるっていうあの傾向もあるかもしれません。私は結構くじ運がいいんですよね、みんなさんが知ってる通りね。だからあのメンバー全員のサイン入りポスターとかを普通に当ててしまって、そうするとチェキが余るんですだからみんな下の賞が当たりますようにって祈って応募してくださいみんなコメントとかもできるんで、アーカイブの時に。だからふさんチェキ引いてくださいってコメントしてください。もし当日ね見ながらできる人だったら、そうマジで本当に笑っちゃうよね、笑っちゃうんよ本当に本当にね、いや笑うなよって思う人もいるかもしれないんですよこれを見てね。いやでもねもう笑うしかないんですよ本当に。もう広島に帰って本当に広島ののどかなね川があったりとかしてね、そういうこっちでは撮れない写真をねわざわざ撮って提出したんですけど、出なかったっていうね。結局広島に元いた場所に戻っておじいちゃんとおばあちゃんにあげるっていうあの始末ですよ本当に広島で撮った時期を名古屋にあの移動だけしてまた広島に戻るっていう、そうですね帰省でしたね本当に。そう本当に笑ってほしい。もう今だから笑えるんですけど、当日は結構ショックでして、わざわざ広島で撮りに行ったのにと思って思いましたよ。でももう笑うしかないじゃん、そんなのネガティブに言ったって仕方ないんだから。そうですよ、ネガティブな人から物を買いたいとは思わないでしょみんな。だから笑って今回応募してください。本当に今回はどうかなって思ってね。こんなにポポさんとのツーショットだよって言って全部余ったらどうしますか。本当に笑ってください。はあ、おもろ。おじいちゃんおばあちゃんには見慣れた風景。そうです本当に間違いなくそう。はあ面白い、本当に面白い。そうなんです、チェキ面白話でした。日本昔話です。本当にああもうやだ、笑うしかないもんだって笑うしかないでしょ本当に。お願い頼んだよ本当に。サイン会申し込みました。あそうサインね、本当にサイン応募して、抽選会もそうなんですけどサインマジ応募してほしい。頼んだ、皆さんありがとうございます。そうちなみにふさんさサインさ絶対に誓うから、あのサイン会だけで終わらせないって誓うから、みんなぜひサイン応募してください。そうサインはちゃんあのアーカイブあるやん、アーカイブ YouTube で生配信した後にアーカイブあるじゃないですか。それだけじゃなくてあのショールームで必ずあのもう一回いろいろ書いたり香水振ったりする配信ショールームでやるって誓うから、二度楽しめると思って応募してください。ぜひそう
そしたらさ、なんか2月2日お仕事で見れなかったっていう人がさ、夜家に帰ったらショールームで見れたっていうラッキー事変が起こるかもしれないじゃないですか。わかんないですけど、そうだから福利厚生がついてるので応募してください。みんなサインサインですよ、サイン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 です。抽選会のチェキとサイン会が、あ、そう、抽選会のチェキを、チェキはもう当てるように願うのと、サインは絶対に血まなこになって応募してほしいってこと。そう、福利厚生がついたサイン会ですので、そう、あのサイン会括弧福利厚生付きです。そうだから応募してください。約束する、絶対に家に持って帰ってショールームで配信しながら、あの追加でメッセージを書くって誓うから、絶対応募してください。ん、組合作ろう、冬っぴサイン会組合作っていいから応募してください応募済みだけど今追加で、うん、今追加する人は私がここで見守ってあげるから追加してくださいうん、そう、釜山サイン会労働組合がついてますのでね。そうです、私のサインを買った人にはおまけで私の香水とメッセージと、あとショールームでもう一回見れるチャンスを与える福利厚生ついてるから、みんな応募してください。どれだけ忙しくても、あの死んでもやるって誓うから、みんな頼んだでそう、手形は何枚までが理想ですか。うん、手形はね、うん、でも何枚でもいいよ本当に1枚から OK です。そう、でも手形はもうその場でなんですよ、その場でパッパってやるので、そう、手形もおぬぬめなんですけど、福利厚生がつけれるのはあのサインですね。そう、サインは福利厚生がつけれるんですけど、手形は家に帰って足形もつけますみたいなことできないので、そう、サイン会の生写真は持って帰れるんですけど、手形会の色紙は持って帰れないので、そうだから、どれにしようか迷ってる人はまあサインの方がいいですね。そう、2枚目から遊んでくれたりしますか。え、遊ぶ、しかもこういうのがいいっていうやつあったらそういう形にする、ハート書いてとかコメントがあったらハートとかするし、そう、手形おぬぬめ、手形ピンクだから、そう、かわちかわちのピンクってこと。私考えたんですけど、手形会は私がポッてこうハートの半分こで、ここしかつかないですけど手形、そしたらパンじゃなくてこうやって手形つけるじゃん、ここに。そしたらファンの人はここの線しか見えないけど、届いたら声できるっていうのはどう手形でも別に指紋とかがみんな欲しいわけじゃないでしょ、だからさ、私の手だったらいいわけでしょ、だからここの側面にインクをつけてこうやって押したら届いた時にハートができるって思ったんですけど、どう思いますか。知りませんけどそんなことを誰がやるか知りませんけど、私はちょっと考えたりもした。自分はオタクでもあるから、自分がオタクだったら、そう、アイドル、自分の応募したアイドルがこれでやってくれたらちょっと幸せになれるなって思ったんですけど、みんながそれを希望するかは別です。リアタイ無理な日だった、アーカイブがあるから、アーカイブしなさい。そう、
アーカイブがあるから YouTube には、その YouTube のアーカイブをなんていうの、画面録画して一生見なさい。リクエストとか難しいかなって、あなたは多分私が知っている人だったら、ちょっと今名前がないのでわからないんですけど、私が認知してる人と同じ人だったら多分ショールームで、あ、てかこの名前で、この名前で手形会やったら、手形会のところってなんかメッセージ残せるじゃないですか。だから1枚目なんとかで2枚目なんとかしててコメントしたらいいと思います、その名前でね。そう、当日見れなくてもメッセージが残せるので、確かそうだよね。みんな売り切れたら在庫なしって出たっけ。え、わかんない、出るんじゃない。で、出るんじゃない、わかんない。手形も売り切れたことないもん。手の甲の側は無理ですか。いいですよ、ネイル剥がしたからいいですよ、こっちでいいですよ、なんでもいいですよ、本当に。そう、ネイルしてたら嫌だって言いますけど、ネイルしてないしやる予定もないのでいいですよ。手の甲でもいいですよ、爪でもいいですよ。まあ自分次第ですけど。そう、確かね、なんかチャットじゃなくてもね、先になんか名前とサイン会だっけな、なんかメッセージ残せるよね、そのメンバーに対して。だからそのメンバーに応募した時に1枚目は何々で2枚目になると嬉しいなみたいなコメントを残してくれたら、チャットオンタイムで見なくてもそれを見て私は書きます。最初は抽選だから、あ、紛らわしい、抽選会の抽選と抽選が一緒だね。でもごく、わかんない、まあいいや。握手会が好き、わかる、握手会いいよね、私も好きです。いいよね握手。追加してきた、イエイ、あ、見てました。みんなでこの方に拍手を送りましょう。パチパチパチ、追加パチパチパチ、みんな8、8を送って8、8、8ってやるんでしょ、みんな数字の8やって。手形の横に指で作った唇ね、あ、こうやつ、いいよ。ああ、パチパチがいっぱい来た。もういいです、もういいです。初めてサイン会の申し込みをしました。嬉しい。みんなパチパチを送ってください。ハチ、ハチをいっぱい送ってください、みんな。この方に。初めてパチパチ。47の素敵は間違えて、いつやったっけ K2 で、あれもう楽しすぎて、あれもう一回やりたい。いつやったっけ、組合員、あ、嬉しい、組合員。平日だからサイン会はリアルタイムで見れない、リアルタイムで見れなくていいじゃないか、アーカイブあるんだから。抽選会取りも5口ぐらいでいこうかな、そしたら全部ポポチェキを当ててね。ハルコンか、
この間やったやつか。またコンサートしたいね。みんなはどう？愛に行こう、大好きな車に乗ってワクワクする、近くなる。皆さんありがとうございます。コンサート行きたい、コンサートやりたいですね。冬にやったばかりですけど、またやりたいです。コンサートいつですか？みんないつですか？みんな予想するの好きでしょ？いつだと思うって予想してごらんよ。予想して、釜山のソロコンあったら泣いて喜んで見に行くね。またやりたいですね、劇場で一人のやつも。でもみんなで踊る方が好き。さんはそう思った。一人で踊るよりみんなで踊る方が好き。サイン会を初めて申し込みました。トーク会握手経験あり、あ嬉しい。サイン会初めてです。サイン会初めて入りました。パチパチパチ、どうもありがとう。いいねいいねいいね、それいいね。話してきたら、ね、眠たすんできた。タさんありがとうございます。そう、昨日時間がないからありがとうございました。ありがとう。次のイベントに向けてあれこれお話しするのってワクワクしね、楽しみですよね。ふさも楽しそうだし、みんなでかん、いいね。まあいいらしいです。ちょっと日本語が分かりませんでした。YouTube プレミアム入ってるから自分の配信のところ保存します。お、お揃いですね。私も YouTube プレミアムです。これまで良かったサブスク何って聞かれたら YouTube プレミアムかもしれない。広告がないってめっちゃいいですよね。ハルコン467467じゃないや。今回は握手会の枠が増えるのかね、増えてほしい。サイン会と抽選会追加してきました。サイン会抽選会追加入りました。みんなパチパチ。春コンできれば土日やったら嬉しいわい。申し込むモチベ上がります。サイン会はちゃんとしたお名前にしますので、あ、サイン会モチベ上がりました。広告なし、いいよね。そう、私が一番ね、YouTube プレミアムに入ろうって思ったきっかけはね、私芸人さんのラジオ番組をね、なんかそれぞれの最近吉本の芸人さんとかでもさ、それぞれ YouTube のチャンネルを持っててさ、ラジオ風の配信とかをする方がめっちゃ増えたんですよ。チョコレートプラネットさんとか土佐兄弟さんとか、ラジオ YouTube みたいなね。でそういうのを聞きながらお風呂入ったりシャワー浴びたりとかねしてたんですけど、入ってない時はラジオの途中で広告が入ったりとかすると、あと広告あるあるなんですけど、CM になるとめっちゃ音がでかくなるんですよ。だから夜にいい感じの音量でそのラジオ聞いてたのに、急になんとかなんとかでみたいな CM のところだけ音がめっちゃでかくなってびっくりすることがよくあって、しかも長いし飛ばせないし、そうだからそれが嫌で YouTube プレミアムに入ったのがきっかけなんですけど、そう、それ以降何を見てても CM にイライラすることないし、音量も変わらないので、そうすごいね、QOL が上がりました。
そう、そう、それ以降 YouTube プレミアムですね。でもなんか仕事上なんかそれこそ AKB さんの楽曲をさ、さっきも47の素敵な街へとかさ、そうだけどさ、たまにコンサートで SK が踊らせていただくことあるじゃないですか。他の48グループのそれこそ HKT さんとか踊ったこと、そう踊ったりとかするじゃないですか、コンサートとかでもね。そうなるとさ、やっぱ自分たちのあのグループの曲じゃないから振りのねビデオが少なかったり分からなかったりとかするんですよ。そういう時に YouTube で調べて、そういろんなその48グループさんのライブの映像とか見て、あの細かい手、うん、こういう手なんだとか思ったりとかして見ることもあるから、そういう時になんかすごい広告入るのも嫌だったんですけど、それもなくなって嬉しい気持ちです。そうそうそう、めっちゃ良かったと思う。しかもあの音楽もめっちゃ聴けるようになって、そうですね、音楽も、音楽はでも私 YouTube プレミアムに入ってる人は YouTube ミュージックが使えるっていうの知らなくて、全然使ってなかったら、そのショールームでファンの人が教えてくださって、そっちにして、私これまで二重で Apple ミュージックとあの二重で払って使ってたんですけど、そうみんなのおかげでそれはね、音楽のサブスクも一個にできたし、ありがてえです本当に。そう、あとなんかちっちゃくできるんですよ。なんて言うんだっけあれ、なんか YouTube をさ見てて、 YouTube で閉じたらさ音切れるじゃないですか。だけど Twitter とか見ながらあのちっちゃくできるんですよ、ここにちっちゃく、あれもいい、なんていう機能かわかんないですけど、あれ結構便利ですね。そう、なんか SNS 見ながらこうちっちゃく見れたりとかもするし、バックグラウンド再生もついてるから、その画面オフにしても音が流れるのもいい。子さんありがとうございます。なんでこんなに熱弁してるんだろう、 YouTube プレミアム。そう、わかんない。でも YouTube をそんなに日頃見る人、見ないよ僕は、私はっていう人はあんまり必要ないかもしれないんですけど、私みたいにもう YouTube になってる人はいいと思います。YouTube ミュージックはライブ音源とかで、そう、あとなんか CD になってない曲でもMV があったら曲で聴けたりするんですよ。だからめっちゃいいですね、これはめっちゃいいなって思いました。私は個人的、そう個人的にね結構思ったよ、入ってよかったなって結構思いました。やばい、11時過ぎた。じゃあ半までやったら終わるね、これは絶対だよ、嘘じゃない。てかお風呂を今の間に溜めればいいんだ、お風呂溜めよう、ごめんけど。ごめんけど今お風呂溜めてるから、ごめんけど今お風呂溜めてるから10分ぐらいしたらちょうどいい、知らんけど。だからこれで絶対に11時半に終わるっていう理由ができた、お風呂が冷めるから。パレオ MV37 万回突破嬉しい、明日までに40万回いきますように。一人1万回見たら3人で済むね。
3人が1万回夜中寝ずに血眼で見続けたら3人で済むね。それか3万人の人が1回ずつ見るか、どっちか。そう、3人の人がめっちゃ頑張って3万回見るか、3万人の人が1回ずつ見るかの、どっちかしか無理ですよ1日だとみんなどっちを選びますかバース使って、バースない、見かけない、見かけたら教えてください。繰り返し見てもそうだから、1回ずつ切って電源落としてもう1回、1人が3万回っていう人場合もありますね。我こそはっていう人が1人手を挙げて3万回を見るっていう場合もある。抽選会追加、あ、抽選会追加されましたてれれ、抽選会焼き上がりました。てれれてれれ、どうしようこれで私 A 賞ばっか当てて1枚もチェキでんかったら、もう壮大な振りをしているかもしれない、もしかしたら今。そしたらみんなで笑おうね、こんなにみんな頑張って抽選会応募したのに A 賞と B 賞ばっか出て1枚もチェキが出んかったら、もう笑うしかない。壮大な振り、何ヶ月も2ヶ月前から壮大な振りをぶちかますふふふふ、完売したらあんまない、確かに。髪切ったの、切ってないよ、前髪は切ったけどね。追加する場合、追加したい分を新たに申し込めばいいのかな。あ、そうです。ミニ色紙オンリーという、あ、でもミニ色紙多分ビジュイーです。チナムとチナムと少ないけど3つとも追加してきました。あ、少ないけど3つ追加されました。テレレテレレ、少ないけど3つとも追加入りました。焼き上がりました。追加のポテト、追加のポテト入りました。少ないけどよか言わんでよかったんじゃ、だってこの人が少ないけどって書いてあったから読んだの、読んだ大丈夫。量じゃないから質だから、量より質。その方の気持ちがこもってれば嬉しいんです。人には人の乳酸菌、人には人のね、なんていうの、あれがありますから、バケツがありますから、自分は何枚応募しよう、自分は何枚応募しようみたいな感じですね。でも0枚ですっていうより嬉しいです。100万倍今マックゴジラバーガー、え、そうなのよ、私ゴジラバーガー食べたいんですけど、節約してるからマック食べれないんだよ。無念ですね。去年の私になったら、あ、ウーバーしますこれからとか言ってると思うんですけど、私は今年は節約するって決めたので、マクドナルドの新作が出てもすぐ食べません。なぜなら節約してるから。
自炊するから。ゴジラバーガー3種類。マックの服、え、いいな。マックの福袋めっちゃさ豪華ですよね、入ってるもの。私もね、いつか応募してみたいなって思ってたんですよ、マックの福袋。知ってますか、今年は何が入ってたんだろうな。毎年なんかさ豪華なもの入ってますよね、マックの福袋。めっちゃ羨ましいなって思いながらねおりますけれども。2,3 ありがとうございます。2年連続、そう、あれね、なかなかね、あれですよ、なんかあれ、私はね、何がいいかな、ね、うわ、うま辛肉厚ビーフザグギリポテトが1番に食べたくて、チーズダブルテリヤキが2番に食べたくて、スモーキーペッパーチキンが3番目に食べたいけど、でもどれも食べれるし、どれも好き。うわ、ハッピーセットは絵本。そっか、ケテイさんが終わったからね。ポテトの加湿器、水入れる、そう、ポテト加湿器とかさ、そうついてくるよね、あれ可愛いよね。しかもポテトなんか毎回可愛いよね。ね、なんか X とか Twitter とか前だったら結構あのマックの福袋当たったってツイートとか見たりした、こんなんなんだって思って、いつもね、今年なんだろう、中身見たいな。中身って発表されてるんですかね。あ、え、かわいくない、ポテト加湿器だって、かわいくない、めっちゃかわいいじゃん。コインポーチ、ブランケット、ミニプレート、すごい、かわいい、かわいい、これ見て、かわいくない、いいね。でもね、抽選だから全員が買えるわけじゃないからね。ね、かわいいね。ペッパーチキンが、へえ、サザンありがとう、家族みんな全楽だった。あ、そうなんだ。モス派の私にはモスも美味しいよね。いいね。お年玉、あ、そう、おしりんさんからのお年玉、ふっぴありがとう、サインと手形、あ、サインと手形追加入りました。テレレテレレ、サインと手形、サインと手形の追加のポテトが焼き上がりました。わーい、ありがとう。サインと手形ポテトが上がった、サインと手形のポテトが上がりました。そう皆様ありがとうございます、ポテトやばいで、そう、おしりんさんからのお年玉ね、かわいいんよ、めっちゃ。そう、スタバカード、これおしりんさんのスタバカード見て、めっちゃかわいくない。え、なに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 、やばい、ミラーボールが来たってことは時間だ、わ、時間だわ、私そろそろシンデレラだから終わらなきゃいけない。見て、かわいくない、そう、これマジで飾る家に。スタバのカードどうやって使うんだろうな。スタバのカードあげたことはあるんですけど、使ったことあんまないからさ、どうやって使うんだっけみたいな。裏のなんか番号入れた方がいいかな。じゃあみんなに裏は見せたらダメですね、これね。そう、なんか普通のスタバカードにおしりんさんなんかシールみたいな、そう、いいでしょう、かわいい、これ。もったいなくてちょっと使えないんですねそう、だからちょっと飾りたいですね。なんかテレビ台の前とかにちょっと一旦ずっとテレビ台のところに置いてありますね。いいよね。ぐさんありがとうございます。にさんありがとうございます。
そう、お風呂に入りたいと思うので終わろうと思います。そう、てか私1回だけスタバでね、あのあれ出たことあるんですよね、1杯無料券出たことあるんですよね。そう、なんかさ、お会計したらさ、めっちゃ長いレシートがさ、バババババババって出てきてさ、それのアンケートに答えたら1杯無料みたいなやつ、めったに出ないらしいんですけど、1回だけ出たことあるっていうお話でした。ということで、みんなありがとうございました。私も明日仕事なので頑張ります。日曜ですけれども、お仕事があることはいいことですので、明日は楽しみます。イエーイ。はーい、やばい、最後の最後にアンケート5回でさってスタバマウント取ってきた、やだやだということで、ありがとうございました。みんな手形会とサイン会と抽選会も応募してくれて、追加してくれて、どうもありがとう、どうもありがとうございましたということで、みんな寝よう早く。わかった、私との約束は今日はもう寝るっていうことです。それではみんな寝ましょう。わかりましたか。私の配信が終わったら直ちにスリーピングしてください。あ、待って、最後の最後にサイン会応募しました、だって。みんな最後にお祝いして終わろう。じゃあいい気持ちでサイン会応募しました、サイン会応募入りました、サイン会応募のポーズと上がりました、テレレテレレ、どうもありがとう、みんなありがとう、サイン会応募してくれて、楽しみに待っておれ楽しみに待っておれ、嬉しい、みんなありがとうございます。当日も楽しみです。香水何振ろうか考え中です、いつも使ってるやつなんでみんなあの、私が香水振ったサイン会生写真、私の香水月の生写真届いた、みんなこうやって宅配便が届いてさ、開けてさ、フサの生写真だって、あ、フサの匂いがする、こうやってみんな体にこすりつけるんだろうな、生写真をはいということで終わりにしたいと思います。はい、またポポさん書いてく、あ、ありがとうございます、また来てくださいはい、ということでありがとうございました皆様はい、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日頑張ります、明日頑張ってねって言ってください、最後にコメントで。そして終わります。どうもありがとう、みんな明日はサザエさん見れないかもですね。明日頑張ります。おやすみなさい。